う一つあります。要するに離脱すべきだどうのこうのというのはいつもの常套手段なんですけども、本当にやる気があったら国民民主党も要するに内閣不信任案を出してそれでやるべきじゃないですか。その通りだと思います。いつもこういう時にですね、離脱すべきだとかね、辞職すべきだとか言うんですけど、そんなのはできないことに決まってるでしょう。で、国会が愚弄されているというわけですね。愚弄されているのは野党なんですよ。それに対抗して何にもできないんですよね。愚弄する方が悪いんじゃなくて、愚弄される方が悪いんですよ。能力がないんですよ。はい。そうとも言えません。やはりきちんと国会の中で説明すべきことを説明しないものにまず責任があります。当然です、それは。で、それを野党のせいにするような言説が間違ってると思います。で、やっぱり国民も含めて、この民主主義に対する強烈な冒涜なんだということを共有することをしないと、それを伝えるメディアがそんなことを言ってたのでは、本当のこの本質的な問題が伝わらないと思いますよ。堀田さん、それは間違っています。